カスピ海周辺の地図。黄色の部分が修生域である。カスピ海は、ユーラシア大陸の中央アジアと東ヨーロッパの境界にある縁故。世界最大の湖である。2018年締結の沿岸5各国の協定によって、海と定義されている。カスピの名は、古代に南西岸にいたカス族あるいはカスピ族に由来する。 カスピ海に近い現在のイランガズビーン州とガズビーンは同じ語源であると言われる。現代のペルシア語では一般にハザール海と呼ばれるが、これは7世紀から10世紀にカスピ海からコーカサスや国海にかけて栄えたハザール王国に由来する。また、トルコ語でも同様の名でホザーデニジと呼ばれる。中国語では現在に至るまでウラ海と呼ばれる。 この湖に面している国は5カ国、ロシア連邦、アゼルバイジャン共和国、イラン、トルクメニスタン、カザフスタンである。国際法的な湖の境界については5カ国が2018年8月12日に署名した協定で完全に確定した。主な流入河川にはロシア平原を縦断し北西岸から流れ込むボルガ川、その名の通り、 ウラル山脈に橋を発し北岸へと流れ込むウラル川、西岸のアゼルバイジャンより流れ込むクラ川、西岸のダゲスタン共和国から流れ込むテレク川などがある。流入河川は総計130本にも上るが、流れ出す河川は存在しない。これらの流入河川から流れ込む水量は年間300キロ立方メートルに及び、そのうち240キロ立方メートルは、 ボルガ側から流入する水である。この流入分のほとんどはカスピ海上での大気中への蒸発によって失われる。カスピ海への降雨の5倍の水量が蒸発によって空気中へと放出される。しかし流出河川が存在しないこともあって流入河川水域の降雨量の変動や集水域における管外面積の増大などによる流入水量の変動によって湖面は上下しやすく。 過去何度も水面は上下を繰り返している。アゾフ海とはボルガ川を介し、クママヌ運河やボルガドン運河によってつながっている。また、ボルガ川と流域の運河群によって、ハッカイやバルト海とも水運はつながっている。面積は37万4千平方キロメートルある。日本の国土面積と比較すると、カスピ海の方がわずかに狭い。 水の量は78,200キロ立方メートルに上り、世界のすべての湖水の40%から44%を占める。塩分濃度は北部と南部では異なり、北部ではボルガ川などの流入で塩分が薄く、南部ではイランからの流入河川が少ないため塩分が濃いとされる。湖全体の平均塩分濃度は1.2%であり、海水のほぼ1、3である。 カスピ海は北カスピ海と中カスピ海、南カスピ海とに分かれ、性質が大きく異なる。北カスピ海は大陸方が発達しており、非常に浅い。平均水深は5メートルから6メートルであり、最深部ですら10メートルは超えない。水量はカスピ海全体の水量の1%にしかならない。浅い上に多くの河川の流入によって塩分濃度が低く。 さらに気候も最も寒いため、北、カスピ海は冬季には70センチメートルほどの厚さまで欠表する。中カスピ海に入ると水深は急速に深くなり、平均水深は190メートル、最深部は790メートルとなる。中カスピ海は全水量のうち33%を占める。南カスピ海は最も深く。 マイナス980メートルに達する地点もある。南カスピ海の水量は全水量の66%を占める。カスピ海の北西部には最大の流入河川であるボルガ川が流れ込んでおり、ボルガ川から流れ込む膨大な土砂は周辺の浅い水域を埋め立て、広大な湿地帯であるボルガ川三角州を形成している。デルタ内には無数の支流が流れており、 人の手が入りづらい、この地域は1919 19年にアストラハン自然保護区域に指定され、野鳥の楽園となっている。湖の北から東にかけては、中央アジアの大草原が広がる。特に北部には、海面下に位置する広大なカスピ海沿岸低地が広がっている。カスピ海沿岸低地は、乾燥が激しく、特に北部のボルガ川とウラル川に挟まれた地域は、 かなりの部分が、ルイン砂漠となっている。一方、西部には、コーカサス山脈が伸び、南岸には、アルボルズ山脈が走る。東岸では、マンギスタウ半島が大きく、カスピ海に張り出しており、その南には、非常に細い海峡で、カスピ海とつながれたカスピ最大の湾、カラボマスゴル湾がある。この湾は、平均水深10メートルと非常に浅く、また、 乾燥地域にあるために蒸発が激しく、カスピ海の水位を押し下げる役目を果たしてきた。1980年にカスピ海の水位低下を防ぐために海峡にダムが建設された際は、湾は干上がり、周辺に塩害を撒き散らした。また東岸はほぼ全域が乾燥地帯であり、カラクム砂漠などの砂漠が広がる。北東岸は冷たい大陸性の気候である一方、 南岸や南西岸は産地の影響を受けるものの基本的に暖かな気候である。特にイラン領である南岸はアルボルズ山脈でカスピ海からの風が降雨をもたらすため年間平均降水量が1000ミリメートルを超える湿潤な気候であり緑のリボンの谷とも呼ばれる。この地域では小麦や羊を中心とするイランの他の地域とは違って米と牛、 それに茶を中心とする農業が盛んに行われている。西岸にはアブシェロン半島が張り出しており、その南には倉川の流れる無岩定地がある。カスピ海には多くの島々がある。島はどれも沿岸近くに位置し、湖の中心部近くには全く存在しない。最も大きな島はオグルジャリアダシ島で、他に ホラズムシャー朝の第七代スルタンアラーウッィムハンマドがモンゴル帝国の侵攻から落ち延び死亡した場所で知られるアバスクン島などがある。カスピ海古城には多種多様な湖風が吹くが中でもハエであるマリアーナは北部カスピ海に強く吹きカスピ海沿岸低地に洪水を引き起こす。カスピ海沿岸で最も大きな都市はアゼルバイジャンの首都バクーである。バクーは アブシェロン半島の南岸にある港湾都市で12世紀から都市として栄え、18世紀にはイランとロシアの争奪が繰り返された。現在でも港湾都市かつ交通の要衝であるが、爆油最大の産業は石油産業である。爆油周辺には爆油油田が広がっており、19世紀には世界の石油産業の中心として栄え、中東地域などの油田開発によって、 シェアの下落した現在でも、石油は、バクウ経済に、重要な地位を占めている。バクウは、カスピ海沿岸に唯一の首都、並びに、唯一の100万都市である。バクウの北西 30km には、金属工業や化学工業の工場を持つ住む街とがある。また、アブシェロン半島の先端から 55km 沖合には、海上に建てられた杭によって支えられた。 人工島の上にニエフトダシュラルの町がある。爆風海上油田開発の拠点として1949年に建設されたこの町は橋によって本土と結ばれ人工基盤の上に建てられたビル群の中に2000人の住民が居住している。北西岸を占めるロシア領にはダゲスタン共和国の首都であるマハチカラが大きい。また、 マハチカラとアゼルバイジャンを結ぶメインルート上にあるデルベントはダゲスタン第二の都市でもある。北西端に近いところにあるアストラハンはカスピ海からは9 0キロメートルほど離れたボルガ川のデルタにあるがカスピ海沿岸地域とは密接なつながりがある。北東部のカザフスタン領では北端に近いアティラウと東岸ほぼ中央のアクタウが大きな都市である。アティラウは ウラル川がカスピ海に注ぎ込む地点に位置し、1645年に砦出が築かれて以降、アストラハンと共にロシアのこの地方における拠点となっていた都市である。現在では周辺の油田開発の拠点となっており、大きな製油所もある。アクタウは周辺の原油の積み出し港となっている。東岸のトルクメニスタン領ではトルクメンバシが最も大きな都市である。 トルクメン橋は、救命、クラスノボーツクと呼ばれ、カスピカ横断鉄道の起点として、交通の要衝となっている。トルクメニスタン随一の港であり、石油の積み出し港であり、また製油所や化学工場も存在する。南岸のイラン領では、ラムサール条約の締結地である、ラームサルや、ラストンの外交であるバンダレアンザリー、マーザンダラーン州の州都であるサーリーなどの都市がある。 カスピ海は国際水域であり、古城交通や交易も盛んに行われている。トルクメンバス港からは、ロシアのアストラハミやアゼルバイジャンの爆へのフェディビンも就航している。また、国海からドンカは、ボルガドンウンがボルガ川を通って、外洋との交易も可能であるため、特にカスピ海以外に外洋と接していないカザフスタン、トルクメニスタン、 アゼルバイジャンの参加国にとってカスピ海の水運は重要でありカスピ海の奥に位置するカザフスタン、トルクメニスタン両国にとっては輸出入においても重要な地位を占めるアゼルバイジャンの海底油田カスピ海周辺には大量の石油が埋蔵されている開発も古くから行われ早くも10世紀には油性が掘られていた世界初の海上油性並びに 機械掘削の油性は、バクー近郊のビビ、ヘイバットベイで建設された。1873年に、当時知られていた中では、世界最大の油脈である、この地方での近代的な油田の開発が始まり、1878年には、アルフレッド・ノーベルが二人の兄と共に、ノーベル兄弟石油会社を設立した。ノーベルのほか、後に、カルース・トグルベンキアン・をウム・グルベンキアン家も、 爆ウ石油の有力な企業家だった。1900年には、爆ウには油性が3000本掘られ、そのうち2000本が産業レベルで石油を生産していた。爆ウは黒い金の首都と呼ばれ、多くの熟練労働者や技術者を引き寄せた。20世紀の幕が開ける頃には、爆ウは世界の石油産業の中心地となっていた。 1920年にはボリシェビキがク雨を制圧し、すべての私有の油性は国有化された。1941年には、ク雨を中心とするアゼルバイジャンの石油生産量は2350万トンとなり、ソビエト連邦の全石油生産の72%にも上った。しかしその後、中東やベネズエラなど世界各地で油田開発が進み、 爆油油田の世界シェアは急落した。世界シェアのみならず、ソ連内においても西シベリアなど領内各地で油田開発を進められており、チュメニ油田などの開発によって、カスピ海沿岸地域の石油生産への比率は低下した。1990年にはカスピ海沿岸地域の石油生産はカザフスタンが、全ソ連原油生産の4.5%、アゼルバイジャンが、 同2.2%、合わせて6.7%を占めるに過ぎなかった。一方、天然ガスはトルクメニスタンが、全ソ連天然ガス生産の10.8%、ウズベキスタンが同5.0%を占めていた。ソビエト連邦崩壊後、再びこの地域の石油、天然ガス資源が脚光を浴びつつある。カスピ海で最も早く油田生産が始まった。 アゼルバイジャンがバクーを中心として一大石油生産地となっており、ロシア、カザフスタン、トルクメニスタン、イランでも炭鉱が進められている。バクー沖のアゼリ、チラグ、グナシリの産油田には国際石油開発定石や伊藤中商寺が資本参加し、開発が進められている。2002年にはカスピ海北東部、カザフスタン領海内でカシャガン油田が発見され、 日本を含め大手石油企業が参加して大規模な開発が進められた。カスピ海からの石油パイプラインは従来すべて北のロシア方面へと走っていたものの、カスピ海の石油産出が増加するにつれ、国会沿岸へのパイプライン建設の必要性が叫ばれるようになり、まず1997年、それまでノボロシースクカラバクーへと走っていたパイプラインを回収し、 バクーからノボロシースクへ走るパイプラインが建設された。ついで1999年、バクーから国海沿岸のグルジアスプサ港へのパイプラインが建設された。このルートは陸上距離が短く、建設、輸送コストが抑えられる上、ロシアを経由しないため利用価値は高かったが、パイプラインとしては小規模なものだった。ついで2001年には、 カザフスタンのテンギス油田からの CPC パイプラインが、ノボロシースクまで建設され、黒海は重要な石油輸出ルートとなった。しかし、黒海と地中海を結ぶボスポラス海峡とダーダネルス海峡は非常に幅が狭く、石油輸出船の急増により船舶通行量は限界に達しつつあった。2004年にはトルコが両海峡のタンカー通行規制を強化し、 その結果タンカーが国会にて滞留する事態となった。このため国会を通らない石油ルートが再び模索され2006年にはバクーからグルジア内陸部トルコ東部を通りトルコ領南東部にあって地中海に面するジェイハン港へと直接抜けるバクーとビリシジェイハンパイプラインが開通した。2011年9月にはアゼルバイジャンの沖合のカスピ海上にて フランスのトタルなどによって大規模なガス田が発見されたと報道された。キャビアカスピ海では漁業も盛んであり、ロシアの内水面漁業の漁獲口の4分の1を占める。イワシ類やニシンの近縁種であるアロサなどの漁獲が多いが、カスピ海で最も経済的価値の高い魚はチョウザメ類である。カスピ海には多くのチョウザメ類が生息するが、中でもベルーが チョウザメ、セブルーガの3種のチョウザメが経済的価値が高く、3種ともその卵はキャビアとして加工されている。カスピ海はキャビアの本場であり、ロシアイランともに名物として名高く、両国の重要な輸出品となっている。20世紀中盤頃には、カスピ海におけるチョウザメの漁獲量は全世界の80%を占めていたが、乱獲によりその個体数は減っており、 専門家は数が回復するまで捕獲を完全に禁止することを提唱している。これを受け2008年にロシアがカスピ海における長ザメの5年間禁漁を提案し2010年11月18日に5年間の禁漁でカスピ沿岸のロシア、アゼルバイジャン、イラン、トルクメニスタン、カザフスタンの5カ国が合意した。カスピ海には カスピ海アザラシなどの固有種が生息している。また、かつて広大な地域に生息していたサイガもヨーロッパで残るのはクルムイク周辺のみであるが、考えなどで地域の開発が進んだ結果、多数の生物種が絶滅危機に陥っている。かつてはカスピ海を中心として周辺にカスピトラが生息していたが、1974年に絶滅した。海生生物 水生生物も豊富で、中でもチョウザメ類も最盛期は、全世界の漁獲の80%を占めるほど多数が生息していたが、環境汚染と乱獲によって激減しており、資源回復の取り組みが続いている。汚染の主因は、カスピ海への流入化染料の8割を占めるボルガ川にあるとされる。ボルガ流域には、ロシアの人口の4割が居住し、その活動の影響は大きい。 また、カスピ海の水上昇によって、すでに創業を終えた、油田跡が水没して残油が流出する事態も起きている。カスピ海は、国海や地中海と同様に、テチス海の名残である。大陸移動により550万年前に陸地に閉じ込められた。海水の塩分濃度が、世界の海の1、3になったのは一度干上がり、 塩分が岩塩として沈殿したためと考えられる。カスピ海は第4期更新予以前は黒海及び地中海と連結していたが最終表記が終わって関心予になってから水位が下がって黒海と分離し現在の姿となった。かつては現在干上がった川床を通ってアムダリア川が東からカスピ海に注ぎ込んでいた。アムダリア川から カスピ海に注ぎ込むルートは二つあり、一つはアムダリア側下流のホラズム地方から精神し、サリカミシコへと流れ込み、そこからウズボイと呼ばれるカレダニを通ってカスピ海中部、現在のトルクメンマシュシ南方でカスピ海へと注ぎ込むルート。もう一つはアムダリア中流域のケリフからまっすぐ精神し、メルブシュの北方を通りトルクメニスタンの西部でウズボイと合流する。 ケリフーズボイである。ケリフーズボイは遥か古代にカスピ海へと流入しなくなったが、ウズボイは歴史時代に入ってもカスピ海への流入を続けた。水深や川幅から見て、アムダリア川の水量の75%がアラル海方面に25、25%がカスピ海方面に流れたと考えられている。しかしやがて、気候の乾燥化やホラズム地方の農業の活性化により、 ウズボイの流量は減少し、やがてカスピ海に流入しなくなった。ウズボイがカスピ海に流入しなくなったのは1470年から1575年の間であると推定されている。カスピ海の水変動の研究は大きな論点の一つである。長期的には地質学的変動と気候的変動に影響される。カスピ盆地の形成の初期には地殻変動が 決定的な役割を果たしたが、少なくとも関心余が始まってから、気候変動が湖面変動の主因となっている。カスピ海の水位は何、世紀にもわたり、上下の変動を繰り返してきた。ロシアの歴史家たちは、中世における水位の上昇が、ハザール王国のカスピ海沿岸の町に洪水を引き起こしたと述べている。カスピ海の湖面は、19世紀には、 おおむね海抜マイナス25マイナス26メートルで上下していたが20世紀に入ると低下し始め1930年代には2メートル弱急激に低下したその後も湖面の低下が続き1977年にはマイナス29メートルにまで低下したこのため1980年にはカスピ海の湖面低下を防ぐためからボーガスゴルワンを 結ぶ海峡がせき止められ、沿岸など別の災害を引き起こした。その後、1977年を境に水位は上昇に転じ、1995年には最高水位に達し、沿岸では洪水が起きるようになった。1996年からは再び減少に転じている。過去2000年の間でも海抜マイナス22メートルからマイナス34メートルの 間で大きく変動したと考えられている。スチェパン・ラージンカスピ海北部と南部がすべて同一の政治権力の下に置かれたことは、その長い歴史を見てもほとんどない。わずかに13世紀のモンゴル帝国に見られる程度で、ある。山岳が多いが降水量も多い南部沿岸は、古くからイラン系民族が居住し、紀元前6世紀頃のメディア王国以降、 イラン系をはじめとする小王朝の攻防が続いた。紀元前248年頃には、カスピ海島南岸のパルテア地方からパルテア王国が起こり、3世紀初頭までイラン高原を支配した。一方、乾燥した草原が続くカスピ海北岸は遊牧民族の移動と居住に大変適しており、数々の遊牧国家が北岸を支配した。カスピ海は、 北のバルト海からボルガ川流域と南のイランを結ぶ交易ルートとして9世紀頃にはボルガ交易ルートの一部となっていた。この頃カスピ海沿岸域には交易国家であるハザール王国が成立し栄えた。その後いくつかの勢力の交代があった後13世紀には沿岸全域がモンゴル帝国の領土となった。やがてモンゴルの分裂により 北岸を、ジョチウルスが、南岸を、フレグウルスが支配した。14世紀には、ティムール朝が、東岸、南岸、さらに西岸のダゲスタンあたりまでを支配下に置いた。近代に入ると、北からロシアが、徐々に進出を始める。1556年には北岸にあった、アストラハンハン国を、ロシアツァーリ国のイヴァン四世が滅ぼし、北岸を支配下に収めた。これに対し、 オスマン帝国がアストラハン奪回のため兵を挙げ、ロト戦争が起きたものの撤退し、ロシアのアストラハン支配は確定された。1668年にはスチェパンラージンがボルガ川からカスピ海沿岸を略奪し、サファビア朝、ペルシア領だった南岸のラッシュとまで到達して攻略を行った。しかし、ロシアが本格的に カスピ海へと進出を始めるのは18世紀初頭のピョートル大帝の時代である。ピョートルはカスピ海に遠征軍を派遣し、調査を行ってカスピ海の地図を観光させるとともに、1722年にはアストラハンにカスピ小艦隊を設置して、正海権の確保に乗り出した。同年、ピョートルはサファビー朝に戦線を布告し、ロシアペルシャ戦争が勃発する。 当時サファビー朝は、まさにこの年に、首都エスファハーンをギルザイ部族の軍事政権に占領され、事実上滅亡状態にあったこともあってロシアは、優勢に戦争を進め、1723年には、サンクトペテルブルク条約が結ばれた。ロシアは、デルベント、バクー、シルバン州、ギーラーン州、マーザンダラーン州とアスタラーバードを獲得し、ロシアは、 東岸の荒れ地を除くカスピ海沿岸のほぼ全域を手に入れた。ロシアがカスピ海南岸を手に入れたのはこの時が唯一である。しかしサファビー朝はタフマース部2世を擁立したナーディルシャーによって復興し勢力を回復させつつあった。1732年ロト戦争が迫る中、ロシアはペルシャと同盟を結ぶためラシュト条約を締結し、 サンクトペテルブルク条約で取得したすべての領土をペルシャに返還することに合意し、カスピ海南岸、西岸は再びペルシャ領に戻った。その後、1736年にサファビー町を散脱したアフシャールアサを開いたナーディルシャーの下、ペルシャは再びカスピ海南岸、西岸の支配を確立する。この支配はアフシャールアサ衰退後の残アザ。 さらに1796年にそれを打倒したガージャール朝にも受け継がれる。しかし、この頃には国力を著しく増大させたロシアが、再びグルジアの支配をめぐって、ペルシャと激しく対立するようになっていた。1800年代の爆油電1804年から1813年の第一次ロシアペルシア戦争に勝利したロシアは、1813年の ゴレスターン条約によってカスピ海西岸のダゲスタンやアゼルバイジャンを獲得し1826年から1828年の第二次ロシアペルシア戦争によるトルコマンチャーイ条約によってカスピ海におけるロシア軍艦の独占通行権を認めさせこれによりカスピ海上はロシアの政界権の下に置かれた西岸のロシア支配はこれで確立したが 東岸は未だトルクメン諸部族の支配下に置かれていた。しかし、不登校を求めるロシアの伝統的な南下政策は19世紀中盤には、この地域にも及び、グレート、ゲームと呼ばれる中央アジアをめぐるイギリス・ロシアの各地区の中で、徐々にこの地域への圧力を強化していく。ロシアがこの地域の本格的な併合に乗り出すのは、1869年には、カスピ海東岸に、 クラスノボツク要塞を建設した時からである。ここ京東歩としてトルクメニスタン地方へと進出し、1873年には南岸を除いたほぼ全域がロシア領となった。ロシアはカスピ沿岸にザカスピ州を置き、1879年にはクラスノボツクから内陸へと走るカスピ海横断鉄道が建設され、1905年には バクーからクラスのボツクを結ぶ鉄道連絡船も開業した。経済的には1870年代にはバクーの石油産業が大発展を遂げた。1917年にロシア革命が勃発するとカスピ海沿岸域も白軍と石軍の戦闘が起きた。最終的に石軍が勝利しザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国。 トルキスタン自治ソビエト社会主義共和国が成立する。やがて、これらの国々は、トルクメンソビエト社会主義共和国、カザフソビエト社会主義共和国、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の4共和国となった。第二次世界大戦中の1942年6月、ナチスドイツは、クウの石油資源獲得を狙い、 ブラウ作戦を発動したものの、スターリングラード攻防戦などによって、ドイツ軍は足止めされ、結局カスピ海沿岸に、ドイツ軍が到達することはなかった。1991年のソビエト連邦の崩壊により、これらの社会主義共和国は独立し、イランと合わせ沿岸諸国は2から5に増加した。カスピ海をめぐる5カ国、ロシアから半時計回りに、アゼルバイジャン、イラン、 トルクメニスタン、カザフスタンソ連崩壊まで、カスピ海の領有協定は、1921年にソ連イラン間で結ばれた友好協定と、1940年に同じく両国間で結ばれた通称、海洋航行協定によっていた。この二つの協定では、沿岸から12海里の領海と、それ以外の水域の平等な利用を定めていたのみで、あった。ソ連崩壊により、 沿岸諸国が2カ国から5カ国になると同時に、カスピ海沿岸国家間でこの領海問題がクローズアップされ、10年に及ぶ領海確定協議が続くこととなった。カスピ海を海と捉えるか、湖と捉えるかで、主に3点が問題となる。つまり、鉱物資源、漁業そして国際水域としてのアクセス。特に、国海やバルト海へ抜けるボルガ川とのリンクは、 内陸国である、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、カザフスタンにとって重要である。カスピ海が海であれば、外国船の通過を許す、国際条約が有効となり、湖であればその義務がなくなる。これには、環境問題も関係する。また、鉱物資源の使用範囲も、海か湖かによって左右され、海とした場合では、領海や排他的経済水域が設定され、 沿岸国の使用が決定、保障される。しかし、鉱物資源は中部から北部にかけて多く、南部には少ないので資源面ではイランは反対している。湖では国際海洋法が適用されず、主に話し合いなどで決められ、自分の資源が減る可能性も高いので、ロシアなどは反対している。しかし、 上のような議論は存在するが、実のところこの議論において、海か湖かは、さほど重要な問題ではない。アメリカ合衆国とカナダの間に広がる五大湖のように、湖を領域線で分割することは決して珍しいことではないからである。本質的には、湖か海かではなく、沿岸諸国が領海問題を、どのように判断し納得するかにかかってくるのである。 そしてソ連崩壊後の領海確定協議はカスピ海に明確な領海を設定せず資源に関しては沿岸各国の共同開発を求めたロシアやイランとカスピ海を沿岸から遠距離の線で完全に領海に分割し領海内の資源は自国のみで開発するというアゼルバイジャン、トルクメニスタン、カザフスタンの両派の対立という形を取ったこの対立は カスピ海を領海に分割した際の自国領海内の資源量によってどちらの派につくかが決まっていた。想定領海内に豊富な資源を持つアゼルバイジャン、トルクメニスタン、カザフスタンは領海分割を資源のほとんどないロシアとイランは共同開発をそれぞれ求めたのである。しかし1993年に始まったこの対立は主にアゼルバイジャン沖の アゼルバイジャン政府による油田開発にロシアイラン系の企業が多数参加したことで前提が崩れた。その後の各国政府各自による油田開発という規制事実が積み重なっていく中でロシアが情報を余儀なくされていくこととなった。1996年には沿岸から45マイルまでは各国の領海を認め、その沖の深海域に関しては共同開発を 行うという妥協案をロシアが提示。あくまで完全分割を主張するアゼルバイジャンの反対によって、この提案は実現しなかったものの、ロシアはこの5現状を追認する方向へと舵を切り、1998年にはカザフスタンとの間でカスピ海の領海分割に合意。さらにこの後、アゼルバイジャイカザフスタン、ロシアアゼルバイジャン間で領海分割条約が、 相次ぎ締結され、2003年にはカスピ海北部の領海は完全に確定した。この地域で最大の勢力を持つロシアが領海を完全に確定したことで、カスピ海領海紛争は事実上完全分割の形で決着した。2018年8月12日に関係5カ国の代表がカザフスタンに集まり、締結されたカスピ海の法的地位に関する協定では、 カスピ海を海と認定して、領海協定で扱うことで合意し、沿岸から15海里を領海とし、その外側10海里を含めた25海里に、排他的漁業権を設定。海底資源の開発は、当時国の同意によるとしたほか、沿岸5カ国以外の軍隊がカスピ海に入ることを認めないと定めた。しかしこれまで、歴史的には湖として扱ってきて、 イランがソ連と資源を接班してきたのに大幅に譲歩したわけで、イラン国内では相当な不満が残り今後も注目していく必要がある。なお、カスピ海では旧ソ連時代のカスピ小艦隊を艦艇ごと引き継いだロシアの軍事プレゼンスが最も高い。領海の協議と並行して環境問題等についても協力体制の構築が見られる。 2003年11月4日、トルクメニスタンを除く沿岸4カ国はカスピ海環境保護枠組み条約をテヘランで調印。後にトルクメニスタンも加盟し、2006年8月12日に発行した。ありがとうございます。